それでは皆様本日はありがとうございます。早速始めていきましょう。Thank you.
皆様のお家にもあると思いますので、よかったら今日覚えて帰ってください。ピンポン玉を地面に当てると跳ね返ってきます。なんとなく勘のいい方はお分かりかもしれませんが、跳ね返ってきたピンポン玉をよく見てお箸でキャッチするという地味だなって顔をしている方が数名いらっしゃいますが、その通り地味なんですね。ですから派手な音楽に合わせていこうと思います。もしキャッチできたら皆様先ほどのような大きな拍手を合わせてよろしくお願いします。さあそれで、お、いい、あ、将来優秀ですね。ありがとうございます。それでは行きましょう。これ絶対ダメだよ。大丈夫。そう、これダメですね。下からゆっくり優しくって感じで投げてください。ここがストライクゾーンなんでちょっと小さいけど、ここ狙ってね。大丈夫、いけそう。よしよし、それではいきましょう。ちゃんとできたらプレゼントを一つ用意してます。大丈夫。よし、行きましょう。本日唯一の、お客様との協力してのショータイムです。成功したらここは僕じゃなくて今日手伝ってくれたお兄ちゃんに惜しみない大きな拍手をお願いいたします。ただ成功するかどうかは分かりません。3回だけチャンスをください。3回以内に決めていこうと思います。難しいからね。大丈夫、説明覚えてる。行くよ、行くよ、行くね、行くよ、行くよ。3、2、1、0、どうぞ。起きた。お、
ちょっと一発で成功すると思いませんでした。じゃあお兄ちゃん、これ約束のプレゼントです。はい、わかる。これからし明太子って言うんだけど、今日はからし明太子は特別に1個です。それでは頑張ってくれたお兄ちゃんに、1分間だけお時間いただきまして、一つ作品を作っていこうと思います。こちらバルーンアートというんですけれども、最近はですね、いろんなとこで、作られるようになっておりますので、もしかしたら皆さん見たことがあるかもしれません。バルーンアート、風船ですね、細長い風船を使ったショーでいろんな作品を作っていきます。本日は1本でできる一番可愛くて難しいものを、作っておりますが、これ分かりますでしょうか。じゃあ分かる。で、今日は1回で成功したんで、1つプレゼントがあります。これ尻尾の先っぽよく見てください。よく見てる、大丈夫。ちょっと細かいんですが、尻尾の先っぽよく見てください。いきましょう。3、2、1。じゃあちょっとせっかくなんで、お兄ちゃんリアクションが良かったんで、一つだけ、手今空っぽです。空っぽでしょ。持ちます。今こっちにあるの。いくよ。3、2、1。お兄ちゃん、あるんだ。じゃあお兄ちゃんのお腹の中に出て上がってくるから、ふって吹いてみて。いくよ。ありがとうございました。お兄ちゃん、ありがとう。お兄ちゃん、もう戻ってもいいよ。ありがとうございました。お兄ちゃんに大きな拍手、ありがとうございます。さあ、それでは、お待たせしました。昨年、世界2位になったこちら、ジャグリングシガーボックスという作品を、本日皆さんの前でお届けしようと思っております。前に少しだけ説明をさせてください。シガーボックスというショー、見たことある方は分かると思いますけれども、こういう風に四角い箱に色がついています。これが普通の状態です。ただ僕のショーは、最初3つの箱の後ろにそれぞれ別の絵が描いております。そしてこの絵を揃えながらジャグリングをしていくという少し変わったショーをまずはお届けしたいと思います。その後に箱を変えまして、3つ4つのハイレベルなショー、そして最終的に本日用意しております9個ですね、合わせて合計9個あります。9個の箱を使って皆様の前で大技に1つ挑戦しようと思っておりますので、どうぞお楽しみください。まずはこちら、何ができるか、どんな絵ができるのか、想像しながら見ていただければと思います。無事に絵が揃ったところで、最初の箱を使ったショーの拍手のポイントとなってますので、よければ今までのような大きな拍手をよろしくお願いいたします。そして、これよりすぐ始めていくんですけれども、こちら箱を使ったショー、本日の会場ですと、正面の方は大丈夫なんですが、横の方が少し見えにくいかもしれません。もしよければ、残りですね、もう10分ほどで終わりますので、もう少し、こちら中央の方に行けるのであれば行っていただけると、正面で一番面白い角度で見ることができますので、よければ、これは自己判断になりますけれども、移動していただければなと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでお話が長くなって申し訳ございませんでした。これより箱を使ったショータイム行っていこうと思いますので、お楽しみください。それでは行きましょう。
ろんな応援、そして拍手、歓声いただきまして本当にありがとうございました。本日1回目のショータイム、皆様のおかげで無事成功することができました。本当にありがとうございます。この後もショッピングや食べ物を食べたりですね、いろんな施設があります。昨日からスタートしておりますので、どうぞこの後もいい思いを楽しんでいてください。ちなみに今日17時ちょっと時間が空くんですけども、5時からこちらで2回目のショーを行いますので、もしお時間許す限り可能であればまた見に来ていただけると大変ありがたいです。それでは本日皆様本当に最後まで応援いただきましてありがとうございました。さあ、音楽を使ってのカウント前に立って僕の勝手にジャグリング楽しませていただきました。皆さんに今一度の拍手を受けください。ありがとうございます。